絶大な人気を誇る中国や台湾メディアも報道。異彩が公表した異例の理由、わけに、反響は未だ止まない。ことの発端は11月17日の深夜に投稿されたプロフィギュアスケーター羽生結弦の衝撃的な報告だった。フィギュアスケート男子シングルでオリンピック2連覇を果たし、現在はプロとして単独アイスショーを成功させるなど、精力的な活動をしていた羽生結弦は自身の公式 SNS で、今年8月に結婚した一般女性との離婚を突然発表した。羽生結弦は発表した声明の中で離婚理由について、次のように書き記している。一般人であるお相手、その親族や関係者の方々、そして私の親族、関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされています。現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでした。これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。あまりにも悲惨な離婚理由は国内だけでなく、彼の人気が未だ根強くある中国や台湾などアジアにも広がり、このニュースは各メディアで大々的に報じられた。アジアだけではない、羽生結弦の離婚発表は欧州にも広く伝わっている。スペインの公共放送局、テレジアリオの電子版は、2度のオリンピックメダリストとなったフィギュアスケート選手の結弦羽生は、結婚してまだ3ヶ月しか経っていなかったにもかかわらず、日本メディアの圧力により離婚を発表した、と綴り、あまりにも短い結婚生活を、不憫だ、と伝えている。同局は羽生結弦の SNS を引用した上で、オリンピックのフィギュアスケート選手と結婚した女性の身元は秘密にされており、彼の妻が誰であったかについては、ほとんど知られていなかった、と言及。頑なに秘密主義を貫いた羽生結弦の姿勢に脱帽する場面もあった。また先日までグランプリシリーズが開催されていたフィンランドにも、羽生結弦の話題は届いている。大手日刊紙、イルタサノマットは、異彩の離婚発表について、オリンピック優勝者の結婚生活が短期間で終わったその根本的な理由、と題したセンセーショナルな見出しを打って配信。離婚を決意した根本的な理由に驚きを隠せなかった。メディアの異常行動が招いた悲劇だ、と指摘も。記事を執筆したヤンネコスネン記者は、日本のメディアによると、羽生は将来のことを考えたとき、パートナーに幸せになってほしいから別れを決意した、と X で語ったという。彼は誹謗中傷、ストーカー行為、メディアの圧力により結婚生活を維持しなければならないというプレッシャーが圧倒的不利になった、と指摘し、結婚から離婚に至るまでのいきさつを紹介した。加えて、羽生に近い人物、その家族もターゲットにされている、と論じると、メディアの異常行動が招いた悲劇だ、と見解を示している。同誌の読者コメント欄には、ファンの度が過ぎると、多くのメガスターにとっては煩わしい存在になってしまう。フィギュアスケートでこれだけの人気を獲得するには、よほど心身がタフでなければならない。そう考えると、彼は正しいことをしたかもしれない、と同情を寄せる声が投稿されていた。わずか105日で結婚生活にピリオドを打った羽生結弦。苦渋の決断を下した希代のスケーターは、今どんな胸中なのだろうか。羽生結弦の離婚報告が台湾でも話題沸騰、結婚すべきではない、知らない国に行けば。フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生結弦28の離婚報告をめぐり、台湾国内でも様々な意見が飛び交っている。羽生結弦は8月に一般女性との結婚を発表していたが、17日深夜に自身の公式 SNS を更新。私が未熟であるがゆえに、現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでした。これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい。制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。などと説明していた。そんな中、台湾紙、中国時報は、羽生結弦と結婚すること自体が間違いなのか。ネットユーザーたちは解決策を提案、との見出しを立てた上で、お互いの幸せのために別れるということで、激しい議論が巻き起こっている、と報じた。同氏によると、あるネットユーザーは、基本的には結婚すべきではない、と指摘。続けて、選手に日本や海外にどれだけのファンがいるか想像してみてください。彼の妻にどれだけの敵がいるのかというと、日本のファンは旧ジャニーズのアイドルを追いかけていたのと同じように、羽生結弦選手が結婚しないことを望んでいる人もいる、との見解を示した。その一方で別のネットユーザーからは、羽生結弦の結婚については肯定しつつ、何かあれば妻が警察に通報すればいいだけだ。抑止力はある、結婚後すぐに日本を離れ、彼のことをほとんど知らない国に行けば、プレッシャーを軽減できたのではないか、などの声も上がっているという。フィギュアスケートへの馴染みが薄い台湾でも、大きな注目を集めているようだ。秋元真夏羽生結弦離婚に批判やストーカー行為は残念。19日放送のサンデージャポン TBS 系でフィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生結弦の離婚発表について特集。主演者らが持論を述べた。羽生結弦は8月に結婚発表していたが、17日に SNS で離婚したことを明かした。理由として誹謗中傷、ストーカー行為、許可のない取材があったことを綴っていた。タレントの秋元真夏は、結婚ってすごいおめでたいニュースなんで、ファンの人たちにも祝福してもらえるかなって思って羽生結弦さんも発表したと思う。それで批判を浴びたり、ストーカー行為をされたりとかは残念。守るために一般人の方なのでと発表したと思うので、誹謗中傷する人などは配慮してほしかった、と意見を述べた。一方、堀江門こと堀江貴文氏は SNS 時代になってこういうのを特定する専門家みたいなやつがいる。ネットに書き込んで個人情報が特定されてアホが湧いてくる。俺も個人情報を出されたと自身が最近被害に遭った事例を明かしつつ SNS の弊害を指摘した。続けて羽生結弦さんの嫁をバッシングするってダメじゃん。ダメだけど SNS でやるようになっちゃった。あいつらアホだから加減がわからないとネットに蔓延する誹謗中傷を批判した。